はい、皆さん、こんにちは。下田武史でございます。今回見ていく内容は、竹キャブについて確認していきます。お薬知ることによってより適切に使用することができるということで、今回は竹キャブ、ボノプラザン、フマル酸塩について確認していきましょう。じゃあ、この竹キャブの成分は、今言ったように、ボノプラザンとなっているんですが、何に分類されているかというと、プロトンポンプインヒビターに分類されています。じゃあ、このプロトンポンプって一体何かというと、 胃の壁細胞に存在する胃酸を分泌する単体となっていて、プロトンポンプ、これを阻害することによって胃酸分泌が抑制されるということになりますんで、竹キャブ、ボノプラザンは胃酸分泌抑制薬なんですよってことはしっかり押さえておいてください。 じゃあ、どうやって抑制していくかというと、カリウムイオン競合型アシッドブロッカーということで、カリウムイオンに競合することによって、プロトンポンプの機能を抑えて、遺産分泌抑制していくとされております。ちなみに、プロトンポンプインヒビターには、なんとかプラゾールってお薬があるんですけども、なんとかプラゾールと違った機能で、 ボノプラザンは遺産分泌を抑制するんだとなっていますんで、なんとかプラドールとの違い、これをしっかり押さえてもらって、竹ブってどういった作用を持ってるのか、そしてなんで作用が優れてると言われているのかってことをしっかり押さえるようにしていきましょう。じゃあ続いて効能効果について確認していくんですが、遺産分泌を抑制することができるということで、胃海洋とか十二小海洋、あとは逆流性食道炎に効果があるとされております。 それに加えて、低用量アスピリン投与時の胃海洋とか十二小海洋の再発抑制。あとは N セイド投与時における胃海洋または十二小海洋の再発抑制となっているんですが、低用量アスピリン N セイドっていうのは、コックス、シクロオキシエナーデを阻害する。その結果として、プロスタグランジンの生成抑制作用がありますんで、胃海洋とか十二小海洋を起こすことがあるよってことで、 低用量アスピリン N 制度使っているときに、潰瘍十二指症海瘍再発することありますんで、そういった場合に、ボノプラザン用いられるってことで、まあ、全般的に潰瘍十二指症海瘍逆流性食道炎に使っていく、もしくは胃潰瘍とか二指症海瘍お薬で起こってくるんですが、それの再発抑制に使っていくんだってことはちゃんと押さえておきましょう。で、それに加えて、ヘリコバクターピロリ菌の 除菌の補助に用いるとなってるんですが、このヘリコバクターピロリ菌っていうのは、胃酸の中で生息できる菌となっていて、胃酸が存在していても死ぬことなく生息できちゃうってことなんですね。じゃあなんで生息できるかというと、ウレアーゼ活性ってものを持っていて、尿素をアンモニアに変えて、胃酸を中和して存在することができます。で、このヘリコバクターピロリ菌はいろんな 疾患の要因になるとされていて、ヘリコバクターピロリ菌がいる場合は、除菌した方がいいよってことになります。じゃあ、どういった疾患の要因になるかというと、胃海洋の要因になったりとか、あとは胃の丸とリンパ腫っていうですね、リンパ腫の要因。それに加えて、特発性血小板減少性死斑病などの要因になったり、あと胃がんの要因になったりしますんで、ピロリ菌がいる場合っていうのは、除菌するのがいいとされてるんですけど、抗菌薬を普通に使っても、 胃酸が存在すると効果がない。じゃあどうするかって言った時に、胃酸を抑えるものと抗菌薬を併用する方がいいよってことで、ボノプラザン使って胃酸をグッと抑えて、そして抗菌薬を使用することによって、ピロリの除菌が可能となっていますので、ピロリっていうのは胃に悪さするよ。だから除菌するのがいいとされてるんですが、単純に抗菌薬を使っても効果が現れないんで、胃酸分泌抑制するお薬と併用する。その時に、ボノプラザンが有効なんですよってことで、ボノプラザンは 除菌する際の補助として用いるんだっていうふうになってますんで、効能効果としては胃、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、あとは逆流性食道炎。お薬による胃潰瘍とか十二指腸潰瘍の再発抑制に加えて、ピロリの除菌の補助として使うんだってことはしっかり抑えるようにしておいてください。じゃあ、続いては、使用法について見ていくということになるんですが、疾患ごとで、用法、用量が異なります。 まず、胃科用とか十2小科用に使う場合っていうのは、1回を使っていきますよと。1日1回使用になってる。で、投与期間に上限があって、胃科用の場合は8週まで、十2小科用は6週までとなっていますんで、使用する回数は1日1回であること。そして、投与期間に上限が設けられているんですよ。胃科用8週、十2小科用は6週までとされております。 で、続いて逆流性食道炎の場合なんですが、どうかというと、1日1回経口投与していきますよっていうことで、まあ、さっきのね、胃潰瘍と十二指腸潰瘍の場合の使い方と同じになるんですが、通常4週までってなっていて、効果不十分の場合は8週まで投与することができるということで、投与期間の上限は決まっているんですけど、さらにですね、再燃再発繰り返す場合に関しては、1日1回を継続投与することができるということで、まあ、通常4週まで。で、 フォーカス十分発症までとでき、なってるんですけど、再発再燃繰り返す場合に関しては、より長い期間使うことができるとなってますんで、逆流性食道炎使っている時っていうのは、投与期間しっかり確認する。再燃再発繰り返す場合っていうのは、長い間使うこと可能なんですよってことはしっかり押さえておいてください。 であとは、薬剤による医科用、1日小科用の再発抑制の場合っていうのは、1回1 0ミリを1日1回経口投与するとなっていて、投与期間の上限は設けられておりません。で低用量アスピリンとボノプラザン併用するとか、N 制度とボノプラザン併用する場合っていうのは、長期間使うこと可能となっていて、投与期間の上限は設定されていないんですよってことを押さえておきましょう。 じゃあ、続いては、ピロリの除菌に使う場合なんですが、1日2回7日間となっていて、ピロリの除菌に使うときだけ1日2回使うとされております。ちなみに、抗菌薬と併用するとなってるんですが、一次除菌の場合は、アモキシシリン、クラリスロマイシンと併用。で、2次除菌の場合ですね、一次除菌でうまくいかない場合に関しては、クラリスロマイシンをメトロニダドールに変えて行うってことで、アモキシシリン、メトロニダドール、モノプラザンを使っていくというふうになるんですが、 一時除菌の場合も二次除菌の場合も1日2回7日間経口投与するってことは変わりないんだよってことになっていますので適応症によって使用の仕方が違うってことは必ず抑えるようにしておいてくださいじゃあ続いては薬効薬理について確認していきましょうはいじゃあ続いては薬効薬理について確認していきますどうやって作用するんですかってことになるんですが特に抑えておいてほしいのは何とかプラゾールとの違いこれを知っておくことによって 竹キャブがいかに優れてるのかってことを把握することができます。じゃあ、どんな違いがあるかというと、一番、酸による活性化を必要としない。そして二つ目、化学的でカリウムイオンに競合的な様式でプロトンポンプを阻害。そして三つ目、塩基性が強く、胃壁細胞の酸酸性部位に長時間残存して、胃酸酸性を抑制するというね、三つの違いがあるとなっています。 じゃ、まず、なんとかプラゾールの場合どうかというと、酸による活性化が必要ってことで、酸によって形が変わって作用を示すってことになりますんで、作用発現まで時間がかかる。それに対して、ボノプラザンは酸による変化は必要ありません。なので、作用発現が早いとされております。 あとは、なんとかプラゾールっていうのは酸による活性化が必要っていう風になってるんで、自分で胃酸を抑えてしまうと活性化しにくくなりますんで、胃酸分泌抑制作用が上限ありますよとされてるんですけど、ボノプラザンは酸による活性化必要としません。なので、酸をぐっと抑えてしまっても効果現れるってことで、酸抑制作用が強いとなっています。 ちなみに、今現状あるお薬の中で、遺産分泌抑制作用が最も強いのは、ボノプラザンとなっているんですけど、まあ、その理由としては、酸による活性化必要ないし、遺産分泌を行うプロトンポンプを直接阻害するというふうになってますので、かなり作用が強力なんですよってことは押さえておいてください。ということで、遺産分泌抑制するお薬には、H2 ブロッカー、なんとかプラゾール、そしてボノプラザンがあるんですが、順番で言うと、H2 ブロッカーよりもなんとかプラゾール。 なんとかプラゾールよりもボノプラザンの方が強いってことで、竹キャブが今現状ある中では、遺産分泌抑制作用は最も強いんですよってことは押さえておいてください。じゃあどうやって作用するかというと、化学的でカリウムイオンに競合的な様式でプロトンポンプ阻害するとなってるんですが、プロトンポンプはカリウムと H プラスを入れ替えることによって H プラスを出します。 なので、カリウム入ってこなかったら H プラス出すことできないっていう風になりますんで、カリウムイオンの流入を抑えることによって、遺産分泌抑制、H プラスの放出を抑制していくんだっていう風になってますんで、プロトンポンプが H プラスとカリウムの入れ替えで起こるんだけど、カリウムが入ってこなくなったら H プラスが出ていかない。それによって遺産が少なくなるよっていう様式で作用していくんだとされております。で、その作用が科学的となっているんで、 作用時間短いんじゃないかと。くっついたり離れたりするからすぐね、作用がなくなるんじゃないかって思われがちなんですが、そんなことはなくって、ボノプラザンは延基性が強い。それによって、酸酸性部位に長時間残存することによって作用を示しますよってことで、化学的でくっついたり離れたりはするんですけど、作用部位に長時間残るんで、長い間効果を示すとされております。 なので、長い間作用するし、作用発言早いし、酸抑制作用が強いということで、今現状ある遺産分泌抑制薬としては最強なんですよって感じで押さえておいてもらうといいかなと思います。じゃあ、続いては副作用について確認していきましょう。はい、では続いては副作用について確認していきましょう。主な副作用としては、消化器症状の便秘下痢、腹部、膨慢、吐き気、あとは皮膚症状の発疹なんか現れることがあるよとされております。 で、それに加えて重大な副作用としては、ショック、アナフィラキシーなんかあられることありますんで、気分が悪い、発汗する、息苦しい、そういった場合は、重篤な副作用の初期症状の可能性ありますんで、すぐに受診する必要あるとされております。あとは、血球障害なんかあられることありますんで、鼻血が出る、皮下出血する、 あと体がだるいとか現れた場合は、血球が減ってる可能性ありますんで、受診する必要ありますし、あとは肝機能障害なんか現れることあるんですけど、この肝機能障害では全身倦怠感、あと消化器症状、皮膚、目が黄色くなるなんてことが現れますんで、皮膚、目が黄色くなるとか、全身倦怠感あるとか、消化器症状ある場合は肝機能問題ないかってことを確認する必要があります。 で、それに加えて重篤な皮膚症状現れることありますんで、中毒性、皮膚閉死、誘拐症とか皮膚粘膜、岩症候群の初期症状として、 発熱とか粘膜がただれるなんてことがありますんで、発熱する粘膜ただれる、そういった場合に関しては、重篤な皮膚症状の可能性がある、皮膚の副作用の可能性がありますんで、すぐに受診する必要あるんですよ、というふうになっていますんで、重篤な副作用の初期症状、しっかり抑えてもらって、それら現れた場合は、すぐに受診する必要あるんだってことはしっかり抑えておいてください。 ってことで今回は竹キャブについて確認していきましたが、竹キャブどういったお薬なのかってことをしっかり分かってもらって、より適切にお薬を使えるようになりましょう。それではまた。